ドッジーは、イギリス・ロンドン出身のロックバンド。1990年、ナイジェル・クラーク、アンディ・ミラー、マシュー・プリーストの3人で結成。ビートルズや、ザ・フーといった往年のブリティッシュロックに影響を受けた、親しみやすいメロディやコーラスが特徴で、DJ クラブとライブを組み合わせたイベント、ドッジークラブを主催するなど、デビュー前から独自の活動を行い、A&M レコードと契約。 1993年、ライトニングシーズのヤン・ブローディーがプロデュースした、ファーストアルバム、ザ・ドッジ・イ・アルバムを発表。1994年、シングル、スティング・アウト・フォー・ザ・サマーが、スマッシュヒット。同年発表のセカンドアルバム、ホーム・グロー・オンは、英二28位に入った。百九十六年発表のサードアルバム、フリーピース・スイートと、シングル、グッド・イナフは、 共に全英トップ10入りし、本格的なブレークを果たす。1998年、ナイジェルがバンドを脱退。同年、それまでの活動をまとめたベストアルバム、A.S.A.S.&Killer B.S. が発表された。残されたメンバーは、バーナード・バトラーのバックバンドを務めるなどした後、1999年夏から新メンバーを加えて、ドッチー名義で再始動を図る。 2001年、ファンから資金提供を募って制作したアルバムリアルエステートを発表。しかしほとんど注目されないまま、このラインナップでの活動は終了。一方、バンドを脱退したナイジェルは2005年からソロ活動を開始。2006年ソロアルバムにファーストセンチュリーマンを発表した。2007年、オリジナルメンバーで再結成することを発表。その後は、 ツアーやフェスティバル出演など、地道に活動を続け、2012年には、オリジナルメンバーとしては16年ぶりとなる、再結成アルバム、スタンドアップライト・イニア・クール・プレイスを、自主レーベルから発表。2016年、チェリーレッドから最新作、ホワット・アー・ウィ・ファイティング・フォーを発表。このアルバムから新メンバーのスチュトイを加えた4人体制となった。ありがとうございます。